皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。えー、またはじめましての方、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい。えー、本日のテーマは、えー、特撮です。ご紹介する中身はですね、えー、私は誰でしょうですね。の第2回になりますかね。はい。えー、本日の私は誰でしょうですが、もうね、この動画で、あーっと。 思われたと思うんですけどねサムネイルではどうでしたでしょうか、えー、ジオラマにおいて誰かなとまあまあまあ大体ね、えー、特徴的なところもあったかと思うんでお分かりなあ方も多かったのかなと思うんですけども、えー、本日のこのヒーローはですねはい、えー、ウルトラマンシリーズ第4作のシリーズあーシリーウルトラマンシリーズ第4作の主人公でしたね はい、えー、ウルトラマンエースということですねはいじゃあちょっとずつ大きくしてみましょうかねはい,いこんな感じですねどうでしょう、まあ、このジオラマベースもね指人形を置いたとしてもそれはそれでなんか格好がつくかなと思うんですけどねうんはいだいぶ小柄には見えるかもしれませんけどね はい、ということで、えー、ウルトラマンエースということでしたいかがでしょうかはい、えー、本日はですねこのウルトラマンエースについて、ね、ちょっと雑談的にお話ししようかなと思いますそしてこの、えー、商品ですねについてもまずお話はしないといけないなと思います私にとってのある意味ゆかりという話なんですけどね、はい、なぜこ,うこのエースがここにという話なんですけどねはい でですね、あのー、このウルトラマンエースなんですけど、で、えー、大体ね、皆さんあの、あれかなと思われると思うんですけど、まあ、指人形なんですよね。で、ところがですね、まあ、指人形にもいろいろタイプがあって、この指人形はですね、えー、もう単にポンと置いてということでは終わらないんですよね。で、どういうことかと言いますと、えー、ちょっとじゃあ、下げますね。そして、エースだけちょっと。 えー、持ってきますけどもよいしょ、ね、こんな風にね撮影してますまあいつもながら私のチャンネルはもう編集なし、えー、台本なしの一発収録ですのでねこういったところも,も余すとこなくお見せしてるんですけどもじゃこれね見ますねよいしょこちらですねはいこれなんですけどもじゃこっちちょっと切っときましょうかねよいしょちょっと待って,てねよいしょはい これなんですけども実はですね、あのー、私のチャンネルをねあの長く見てくださってる方はですねご存じな方もいらっしゃるかと思いますけども、えー、同じくね YouTube チャンネルをなさっている方で私ほんの仲良くしていただいてる方でですね寄道ミュージアムさんという方がいらっしゃいますでその方がですね、えーまあ、ご自身も特撮もお好きなので、えーあ,のまあ、ある時こう購入したものをね いろいろこう、うん、アップ、投稿をなさってたんですよ、チャンネルでね。で、私もコメントしたときに、このエースを見たときに、あ、このエースは珍しいですね、って、まあ一応コメントしたんですね。何が珍しいかと言いますと、これね、皆さんね、ちょっと間違いね。ここなんですよね。指人形って普通固定ですけど、これね、なんとこう腕が動くっていうね。腕が動く指人形ですね。はい。というところがね、こう、 いいでしょ、これね「うーん、ん好きなでですよね。でねあの、これ珍しいですね」って言ってたんですそうするとですねまあその後頼光さんはあの私にもうすでに4回もあのいろいろプレゼントをしてくださってるんですいろんなものをねでそのある時にですねこれをねこれもう内緒で入れてくださってたんですよはいね別に私くださいとは言ってないんですよ決してねでもうどうぞってことで、ね、入れてくださってたんです ええと思ってですね、まあ感激したって、まあそういうような、実は縁のあるものでして、はい。まあこれをね、置、え、い、ー、てみました。どうですかね。これね、あの、まあ、ま、指人形なんですよあ。開いてますよね。で、ここのね、腕パーツが別、別パーツになっていて動くという仕組みですね。で、あのね、制作年がね、書かれてないんで分からないんですけどね、つぶれアプロで、えー、っと、中国製ですよね。はい。 まあ、か正規品であることは間違いないのかなと思うんですけどもね。ということなんですよね。どうでしょうか。うん、まああのー、エースっていうね、まあ、男女合体のコンセプトが新しいというところでね、えー、そういう意味合いもあったみたいですね。まあ、あのー、男女それぞれだけでは実は不完全なもので。 っていうコンセプトもあり、それぞれが補い合って、いえば、まあ、一人の、まあ生き、生き物というか、人間なんだ、みたいな、そんな意味もどうもこもえ、こもれられているようですね。で、あのー、以前、私の視聴者、チャンネルの視聴者さんで教えてくださった方がいらっしゃって、当時、小学生の時にこのエースがリアルタイムで放送されてた。で、男女が合体してっていうのると、やっぱりね、 ちょっとこう敬遠されるところはあったそうです。はい。まあ言えばまあちょっとこう、思春期前のって感じでね。まあまあまあわからんではないですけどね。で、結局のところ、まあいろいろ右を曲,曲,曲折あった結果、えー、ね、あの、ゆう子はちょっと、そ月の人みたいなね、まあそんな展開になっていくっていうね、うんなところもあり、なんか複雑でしたけどね。うん でも、いろいろ、ウルトラ兄弟とか、ウルトラの父が初めて登場したり、で、ヤプールっていうね、もう本当に長く、怨念、因縁のように続くキャラクターの登場だとか、そして、ウルトラ兄弟たちが本当に頻繁に現れてとかね、うん、ヒッポリト星人の時はもう大変なことになりましたしね、そういう話だとか。で、あの、そうですね、ゴルゴダ星、ねえー、の話だとかね、 うん、あれはあの脚本の市川慎一さんでしたかねが、えー、とカトリックというか、まあ、キ,リキ,リキリスト教信者ですか、えー、の方という話で、えー、そういうゴルゴだとか、まあ、そういう話につないでったという話も聞きましたけどもねはい本当にこうある意味新機軸をたくさん出したキャラクターその話主人公だったんじゃないでしょうかねうんでその後もねあの 記憶に新しいところではウルトラマン Z であんな展開あんなプレゼントをしてもらえるとはねあれは最高でしたね。うーん A から Z っていうねどこまで考えていたんでしょうね。まあこの時に Z の話はなかったでしょうけど Z の脚本で、えー、A まあアルファベットの A から Z でこれで戦いは終わりだなんていうねそんな話に結びつけた方はやっぱりすごいなと思いますね。 うん、Z とエースの関係性っていうのをね、まあそれはまた、ここで言うのはやめときましょうね。またぜひご覧になってみてください。あっと驚く展開。そしてもう、あの回の音楽の、ね、怒涛の展開。良かったですね。そして、鳥獣バラバえー、いいですね。まあ、というわけでですね、本日はね、このウルトラマンエースね、ついてちょっとね、えー、まあ、指人形、ね、のご紹介。ちょっと変わった指人形ですよね。 俺の珍しいかなと思って、えー、ちょっとゆかりもあってね持ってきましたじゃあ最後ちょっと飾ってみましょうかねこんな感じでどうでしょうこれはこれであこけましたねこけちゃいましたねはいこんな感じでどうでしょうはいちょっとこう大きさには違和感があるかもしれませんけどもねまあまあいいんじゃないでしょうかはいうんどうでしょうねやっぱりあのジオラマに置くと こんな感じでね、また第3、第4とやっていきたいと思いますので、えー、ちょっとクイズからの雑談というところでえご覧になっていただけたら嬉しいです。はい、えー、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたらグッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。また、えー、コメント、いつもありがとうございます。励みにさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。 あと、ショート動画もやっております。どうぞよろしくお願いします。えー、重ねての、あれ、あの、あれって言ってますね、重ねてのお礼になりますけども、よりみつさん、えー、このエースありがとうございました。大事にします。はい、えー、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。